大志蔵笹栗四国八十八箇所とは、福岡県か谷郡笹栗町にある、空海を拝する八十八箇所の霊場の総称である。笹栗八十八箇所、または単に、笹栗霊場とも呼ばれる。小豆島八十八箇所、下四国霊場とともに、日本三大新四国霊場に数えられることもある。札所は、 福岡市から東 22km に位置し、国道201号を挟む両側の山麓や谷の奥に点在する。1970年頃には年間50万人の変路で賑わい、変路宿が53あったが、その多くは農家が兼業で経営しており、農飯期は泊まることはできなかった。笹栗霊城の歴史は、ジオシという人物がこの地を訪れた1835年に、 始まる。ジオ氏は、四国八十八箇所を巡配したその帰りに、笹栗村に立ち寄った二層であった。四国八十八箇所の海藻たる、愚法大使も訪れたと伝わる。この村の者たちの困窮を垣いまみたジオ氏は、その救済を目論ろみこの地にとどまり、工房大使の名において、祈願を続け、やがて村に安寧をもたらしたものと伝わる。このことを、 不法大使の利益であるとしたジオ氏は、村の者たちに、四国のそれを模した八十八箇所の霊場の造成を提案。こうした村人たちの手によって徐々に、石仏が作られ始めたが、ジオ氏が没したので中断した。1854年に至って、当時アザタウ浦の住人、藤井東介沖縄多くの信者と、相はかり、特殊者等また資材を記者して、 ついに88箇所に道具を混流し、石仏の本尊を安置して完成させた。石仏は高さ50センチ程度、その下に台座があり、ここに騎信者の名が彫られている。これが各札所の最初の本尊である。江戸時代には、侍が来て、本尊の石仏を川に叩き込んで破壊したという伝承があり、初期においては藩による弾圧もあったようである。 参拝者が増加するにつれ、家事義等をこととする多数の僧侶が入り乱れ、無秩序となった。このため、村民は、僧侶のことは、僧侶の監督に待たざるべからずとして、ついに、高野山より南クラインを移転した。その道運を竣行したのは1899年5月である。その後、動院住職として、山形玄城僧城の法廷なる、林里氏運氏が赴任して、 もっぱら動員の発展、霊場の整理を行い、88カ所の霊場の総坪数3550壺を南クライン、飛び地境内として内務省の認可を得て、霊場取締りの本山と定め、さらに法徳会を組織して、霊場を受け持つ僧侶の統一を図った。笹栗町域の東方の山陸地を主として随所に霊場が佇んでいる。含まれる霊場は、 活法や土産物屋などが併設された大規模な寺院から、僧の姿もない小規模な観論堂、時に小規模でありながら、複数の旅館に囲まれるもの、また、市街の傍らに位置するものから、山道の果てに渦もれているものまで、その材料については様々である。各過剰には、農協書とされる場とともに、固有の印が置かれており、持参の紙などへの応印によって、 来訪の物的記録を得ることが可能となっている。50を超える旅館が、界隈に存在していた王子に比べれば衰退したとも、言えるが、2006年現在にあっても、界隈を中心に30を超える旅館が存在している。本元の四国88箇所と比較すれば、県内においてすら知名度は、薄いと言えるが、知る人々からは豊富な自然と共にある、静かな巡礼堂として親しまれている。 1970年頃までは、賀傘をかぶり、白衣を着て、わらじを履き、木の混合図絵をついたお遍路さんの集団が、南無大四辺上混合とが死傷しながらお参りし、札所の本堂に入ると一斉に、半夜心経を唱えるのは、日常の風景であった。特に3月半ばから4月半ばまでが多かった。しかし、その後は、ミニバス等に乗って、 札書を巡りすることが大半となってしまった。巡礼者が札書の再い銭箱に奉納するものは、お札、一つ紙の米、一円玉。仏像の横などに、手足の悪い人は、治癒を願って、木の平板を手や足の形に切ったものを置き、子供が欲しい人は人形をあげていった。しかし、1970年代以降は、お金が中心となっている。なお、 札書の番号と順配の順序は一致しない。朝日グラフ1970年、初頭の笹栗88箇所ささっと巡り大崎の里を、告げ吉春 P20、関藤隆会。笹栗新四国、六大新報第337号、明治43年2月27日。六大新報社、関藤隆会。笹栗新四国。 六大新報第337号、明治43年2月27日号。六大新報社現在の笹栗町は1955年に瀬戸村と合併して発足した。吉村当衆、同行二人巡礼機構笹栗新四国、日本の関門第87号、1922年10月号。日本の関門者、ありがとうございます。